ガーデンドクター TV、ガーデンドクター TV 始まりました。ギュウちゃんです、よろしくお願いします。そしてですね、今回私訪ねてまいりましたのはもうすでに横にねいらっしゃいますけれども、はい、園芸家であり、育種家であり、はい、まあ、ここではガーデナーという形になるんですかね、はい、肩書きいっぱいすいません、ね、はい、はい、矢沢秀成先生でございます、はい、よろしくお願いしま す。ということで、実は今回こちら訪ねているのが軽井沢、はい、町の中にあります結構これ別荘がたくさんあるんですかね、ここ ね、 ね、大きな別荘がある中の、はいはい、旧スイス公使館という場所が、はい、地元では宮間荘とも呼ばれてましてね、あ、宮間荘、あ、深山と書いたり宮間と読むんですね、はい、そうです、あ、なるほど、はい、実はこの旧スイス公使館の前庭になるんですかね、こちらは。そうですね、はい、ね、ここは一昨年の、ね、はい、秋に造成しまして、はい、私がデザインをさせていただいて、私自身も植栽を植えてきたんですけども、うん、それからこれで2年目ですね、2年目を迎えまして、はいはい、かなり株が多くなってきました。なるほど、はい、でいわゆるガーデンっていうと、はい、まあ、当然こうお日様がいっぱい当たって、ね、はい、日向でね、あの植える植栽があると思うんですが、はい、こちらはねやっぱりこう木がかぶさって割と日陰になっているの で、 そ う、 で、ね、はい、そういう意味ではシェードガーデンですかね、そうですね、はい、ということで、はい、しました、日陰に強い植物を集めて植えてありま す、 です、ね、はい、こちらのこれアスチルベでいいんですか、ね、そうですね、アスチルベ、はい、色をこれ4色入れてまして、あ、本当だ、白と白、ピンク、赤、あ、赤あります ね、 そうですね、で紫と、はい、確かに、まあ、単色にするとね、うんうん、面白くないので、いろんな色を混ぜるとあの写真映えも良くなりますので、ね、そうですね、なんか日陰の花壇なのに賑やかでいいですよ ね、 うすね、こうなってると、はい、よく日陰だと白一色とかね、そうですよね、そういうのが多いんですけど、どうしても単色に、ね、なりがちですけど、はい、少しこう赤みがかかったのを入れると、うん、だいぶ華やかになるので、ね、なるほど、で隙間にちょっとこうギボウシなんかがね、これもそうですね、ギボウシもここ50種類入ってます。あ、そんなに入ってるんですか、はい、これ小さいのから大きいのまで、うん、たくさん入ってましてね、はいはい、春から初夏にかけて花のない時期に綺麗な葉っぱが共演するようになってるんです ね、うん、そうですね、あ、これちなみにギボウシの花なんですかね。そうです、だいたい6月の下旬から8月の上旬ぐらいまでね、次々といろんな品種の花が咲いて、それも花も色も若干違うし、うん、香りがね、あ、ギボウシ香りがあるんです、あ、フレグランス系っていうのも入ってまして、うん、香りのあるのだ、この辺ふわーっと、うん、8月頭とか7月下旬ぐらいはふわっといい香りになります、はい、なるほど、あとあの周りを見ますとちょっとこうあそこのあとこう紫色の、はい、風呂草ですね、これ風呂草、はい、はい、これもいわゆる日陰の、日陰から日向でもいいんですけど、うん、まあ、あの午前中日向で午後日陰になるような場所が好きです、うん、半日陰的なところで、はい、はい、なので少し川べりの方に日が少し、うん、半日当たるようなところに植えてあります。なるほど、あの、はい、さっきちょっと別撮りで撮らせていただいたんですけど、はい、なんかみんな向こう向いちゃってて、はい、変えたんですけど、向こうが日が来る方なんですね。そうなんです、まあ、向こう側にあの、うん、たくさん人通りが多いので向こうから見てガーデンがあるって起きてもらえるように、そういう目印になるんですね、はい、そうなんです、あとあのアジサイのなんかちょっと花の小さいのが入り口付近にあったんですけれども、はい、あちらはなんかやっぱり原種に近いものだったりとかするんですか、ね、そうですね、山アジサイ、はい、全部山アジサイです、ここは、うん、軽井沢は通常の、ね、うん、西洋アジサイ咲かないんですよ。あ、それはもう気候的に。そうです、あ、そうなんですか。寒さはマイナス10度とかマイナス15度以下になると、そんなマイナスなんですか、はい、軽井沢って、はい、そうすると西洋アジサイの芽、うん、焼けちゃうんですよ。なるほど、焼けて上は全部枯れて、うん、また新しい芽が下から来るので、うん、下の芽は葉っぱの芽なんですね、うん、だからじゃあ花が咲かずに、そうです、葉っぱだけになっちゃう。軽井沢では西洋アジサイは観葉植物、なはい、なるほど。ただ山アジサイはね、さすが日本のね、アジサイなので、うん、寒さに強くて、うん、あ、マイナス何十度、十何度とかでも、はい、しっかりね、花芽は残るんですよ。ですからここは山アジサイだけ植えてます、うん、それもやっぱり50種類ぐらい入ってましてね。そんなに数あるんですか、はい、いろんな山アジサイが入ってます。気候にあったものがやっぱりその場所で綺麗に咲くということなんですね。そうですね、はい、もう川べりも自然の 、うん、山アジサイが普通に咲いてます。あ、確かに、はい、だから本当に山アジサイはここでも自生できる、はい、自生できるし、うん、生育できるし、うん、あとユリとかね、あ、ユリも、はい、そうですね、まだちょっとこの時期はつぼみですけれども、もう1ヶ月ですね、もうちょっと、はい、そうですね、はい、そこ山あれもやっぱりじゃあ山ユリの、そうですね、アジサイが終わった頃に今度ユリが咲き始めると、うん、なるほど、こう真っ白な色ばっかりなんで、お、こう全面真っ白になります。なるほどね、はい、あ、であとあれ上はこれは
紅葉ですよね、多分あの秋には、ね、もみじが。ほうばの木、ほうの木、そしてコナラ、もういろんな木が入ってますね、ここね。ですからここはね、秋になると真っ赤になって、でここの道は真っ赤な絨毯になります。なるほど、じゃあその秋も楽しめると。そうですね、早春から秋まで楽しめる場所ですね、まあ、本当にまさに日本の四季を楽しみ尽くせるような、そんな場所という感じが、そうですね、はい。ちょっと小耳に挟んだんですが、なんか腐葉土作ってらっしゃるんですよね。はい、そうですね、まあ、このガーデンもそうですけど、あと別荘、別荘でも毎年芝とか苔の上に枯葉が落ちるんですよね、それを片付けなきゃいけない、で片付けて、して軽井沢のゴミの集積場にものすごい量の、あの有料のゴミ袋をみんな詰め込んで、腐葉土というか落ち葉が、落ち葉がね、あの集まるんですよ。それを隣町の焼却場で燃やして、CO2 出ますよね、別荘会社は別荘会社で持ち帰って、谷にこう捨てるんですよね、そうすると木々が傷んでしまうので、それだったら有効活用しようということで、なるほど、その年落ちた枯葉だけを集めて、腐葉土作りを、しかも工場を作っちゃいました。工場まで工場を作っちゃったんですよ、はい、ちょっとそちらの方も拝見してよろしいですか。ぜひ、なかなか見れないと思います。そうですね、工場とかってなかなかね、見る機会ないので、ぜひお願いします。じゃあいつもあのガーデンドクター TV の場合飛んで次の場所に移動するので、飛ぶんですね、一緒に飛んでいただいてよろしいですか。わかりました、はい、じゃあ飛びますので、一緒にお願いします、じゃあせーので、はい、ということで、飛んでる間に位置逆になっちゃいましたけれども、こちら矢沢さんの腐葉土工場、腐葉土工場、設立された、ワミファクトリーっていう名前ですけども、これがじゃあその製品というか、製品ですね、もう袋詰めされたもので、これが詰める前の、これがもう最終形ですね。最終形です。かなり細かいですね。そうですね、これはあの4次発酵から5次発酵までやってるんで、そんなに発酵、あ、じゃあ切り返しして切り返しして 4,5 回されて、軽井沢の地下水と軽井沢の枯葉だけで、4次から5次発酵までやってるんで、かなり細かいですね。他の土とよく混ざりやすくて使いやすい、そうですね、もうこのまんまもう本当に土塊材として十分、威力を発揮しそうなものを見ただけで分かる感じがします、まあ、バラのマルチングとかね、そういうのもすごく優れてまして、なるほど、そういうのにもいいですね、こちらはじゃあその先ほどおっしゃってた、軽井沢の町の中で集められた広葉樹の落ち葉、紅葉落葉樹の落ち葉を、そうですね、今はね少ないですけども、あの本来だともうこの広場いっぱいに5メートル以上の枯れ葉が、そんな高さまで積み上がっちゃうんですね、車止めるとこなくなるぐらい出ますんで、で中にはもう大きな木とかね、大きな石とか混ざっちゃってるんですよ。そうか、葉っぱ以外のものが入っちゃってますもんね、手で取れる範囲のものはもうそこでかき混ぜながら取って、そしてベルトコンベヤーで次のところに運んで、そこで今度は葉っぱを粉砕します。あ、そこで一回こう割るんですね、葉っぱを細かく砕いて、まあ、ある程度細かくして、でそこで細かい石と葉っぱに分けて、で葉っぱだけウィーンと運んで、最初のね一次発酵室っていうところに、どさっとこう集められるわけですね、集めて、そこで一回やつ発酵させて、水をかけながらね、で次のところにこう切り返して、持ってきて、1,2,3,4、4回、はい、そうですね、あの一番最初 の枯れ葉積んでるところ常にもう、 こう発酵しちゃってるんで、あ、なるほど、それを数えると5次発酵なんですよね、なるほど、結構手間暇かかってるんですね。手間かかりますね、その分良質なものができるので、そうですね、あの、まあ、国産のものなんで安心して使えるっていうことですね、ちょっと触ってみちゃってもいいですか、これね、すごいサラ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 とね、掘るとね中が80度ぐらいあるんですよ。え、そんなに、はい、本当だ、すごいあったかい、本当に、奥の方はなんかすごい砂風呂みたいなあったかさ、そうです、もう湯気が出てるの分かります、これ、あ、本当だ、これ湯気出てる、湯気が、へ、ここちょっと暑いくらいですよ、触っていただくと、なんか80度とか言ったらなんか温泉卵とか作れそうですね、この中に入れると、ただね、この中に埋まってね、肌結構ツルツルになるんですよそうですか、枯れ葉温泉、枯れ葉温泉いい感じですね腐葉土温泉みたいな感じで、まあ、リサイクルというよりアップサイクルですかね、本来だったら
捨てられちゃうものをこうやって有効活用して、はい、でこれでまた植物をね育てるわけですもんね。そうですね、うん、毎年落ちるじゃないですか、はい、ですから毎年生産される、うん、もう本当 SDGs、うんうん、もう本当そこでサイクルができてますよね。そうですね、再現可能な枯葉を使ってますから、うん、はい、そうですね、これをあの軽井沢の畑とか、うん、あとは一般のね小売店に下ろして園芸使ってもらったり、うん、はい、実際ね軽井沢わしの関係した畑で今これを使って、うん、もう実際に栽培もされてる、はい、そうですね、うん、去年から本格的に野菜作りをしてます、うん、あ、はい、自然農法というやり方で、はい、これ一般の方はなかなか購入はできない感じですか、ね、一般の方購入できますよ。あ、そうなんですか。わしの、まあ販売サイトがあるんで、うん、あ、じゃあ、ホームページの方から、そうですね、購入もできるということで、はい、うん、細めガーデンクラブというクラブ細めガーデンここにあ、なんか細め先生の愛称で言われてるんですよね。実は矢沢さん、はい、我々住友化学園芸とですね、はい、あとグループ会社にはスミカ、はい、エンバイロメンタルサイエンスっていう殺虫剤作ってる会社がありまして、はい、あともう一つ親会社の住友化学、はい、この3社でですね、世の中に、天然のパワーをということで、はい、ナチュラルプロダクツ製品、まあ、プロダクツ、天然由来の成分を、まあ、利用した製品いろいろ作ってまして、これこちらなんですけれども、はい、ベニカナチュラルスプレー、はい、ご存知ですかね。知ってますよ。あ、はい、ありがとうございます。使っていただいてる、はい、ありがとうございます。実はこちらもそういった天然由来の成分を使った、まあ、殺虫殺菌スプレーになるんですが、はい、矢沢さんの場合はこの、はい、落ち葉枯れ葉をアップサイクルして腐葉土に、はいはい、で我々はこういった天然の、成分を、まあ、殺虫剤とし殺虫殺菌剤製品にして、はい、まあ、これを、人の役に立つような、まあ、生活の中で役立つようなものにを作ってると、はい、なんかちょっと相通ずるものがあるかな、はい、ちょっと思いました。展示会でもこれ販売させてもらって、あ、展示会で、はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます、はい、おかげさまで、はい、こちらも販売順調で推移しておりますので、はい、ぜひ、あ、これよかったらお使いください。 ありがとうございます、はい、持ってきましたんで使わせていただきます。ありがとうございます。はい、彼じゃ来るときはね、ぜひ旧スイス公使館ね、これからますますいろんな花が咲いてきますんでね、うん、ユリが咲いて、この後菊がね、あ、原種の菊がたくさん咲くんですよ。あ、30種類ぐらい菊が入ってまして、そんなに、はい、うん、からもう次から次に咲いていきますので、うん、秋まで楽しめますので、あ、じゃあぜひ紅葉も一緒にね。あ、はい、そうですね、ちょっと今回はまだね、はい、新緑の季節でしたので、はい、あれでしたけども、紅葉がね、はい、なんといっても美しいと思いますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。はい、はい、YouTube のチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いしますということと、あと LINE ですね、こちら開設しておりますので、よかったら お友達登録していただけるとありがたいです。はい、ということで矢沢先生、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。住友化学。